Hello. Hello. Hello.寝てないよ。大丈夫だよ。起きてるよ。舞台挨拶決定おめでとう、ありがとう。私もね、先ほどっていうか今日じゃないな、昨日か、いや違う、今日の朝知りました。そんなのあるんだと思って、そう、それでね、すごいね。大丈夫かな。てか千穂さんのやつさ見てたらさ、情熱大陸が始まったねえ、テレビ出てたね。すごい可愛かった。めちゃんこ可愛かった。めちゃんこって言ったらもう古いかな。めちゃんこめちゃんこって古いよね。こんばんは。何、セーラー服の子どこ。セーラー服はお話し会だけのやつですよ。今日お話し会ありがとうございました。いや、まずはそこですよね。お話し会ありがとうございました。へっ、だってもう中学生じゃないもん。もう終わったもん、中学生の時間は。あのツイートでは確かに中学生だったけど、今は別に中学生じゃない。絶対にこの時間に配信してもいいんですよ。あ、ありがとうございました。あ、そうだ、なんかね、今日ね、初めましての方とか、なんかね、ちょっと珍しくなんかあんまりいつも来られないような方とかが来て、なんか新鮮というか、ハラハラドキドキなんだろう嬉しかった、嬉しかったです。ありがとうございました。なんかもやがかかる。めちゃ嬉しかったです。よかった。でもね、なんかね、ね、温泉仲間が増えて嬉しいもうなんか、あれですよ、あ、なんかついてる。いつも来てくれるみんなももちろんラブだよっていうことをね、伝えておきたいと思います。すねちゃ嫌ですよ。すねちゃダメですよ。リリーベから気になってる。おお、いい傾向ですね。いい傾向ですね。可愛げないな。可愛げない。もっと可愛げあること言おう。ツイッターの写真可愛かった。お、ありがとう。嬉しい。もっと可愛くならねば、私も。人生はあなた。
か思うより悪くない。最近あいこじが気になる。気になってくれてる。なんで気になってくれてるの？なんで気になってくれてるの？それは私が何をしたから気になったの？うざいうざいうざい、離れていく。うざいうざいでしょ。離れていくみんなが。こんばんは。うん。1ヶ月前のあいこじが気になった。待って、1ヶ月前のあいこじ何してた？1ヶ月前のあいこじ。1ヶ月前の、ああ、歌唱力か。でもう1ヶ月前歌唱力。そう、私2ヶ月前ぐらいの気持ちでいた。まだそんな経ってなかったか。なんか遅いのか早いのかよくわかんない。だって今全然ピンとこんかったもん。1ヶ月前まあ、でも歌唱、舞台が終わって歌唱力すぐあったよね。ね。うん、そうか。1ヶ月か。あの時超絶忙しかったね。西宮ガーデンズもあったし。そうだったそうだった。うん、なかなかなスケジュールでしたね。1週間後はコンサートですね。ありがとう、かわいい、嬉しい。でもね、今日ね、あのファンデーションつけてなかったんですよ、実は。ちょっと最近ファンデーションじゃなくて、コンシーラーっていうやつで今日はね、あらを隠してただけ。まあいろいろそのさ、画面通すとフィルターやらなんやらあるのはあるのよ。あるんだけど、でも結構ノーマルカメラとかで撮ってもね、結構ね自分の肌が最近いい感じのことに気づいてます。ファンデーションはなんか結構こう全体にこう塗りたくるんだけど、コンシーラーはなんか例えばここのクマを隠すとか、とほくろが多いとかシミとかが多いとかっていうところにちょんちょんちょんってやるだけ。その違いです。だからそのポイントでカバーするか、ファンデーションは全体でべったり塗るかっていう違いなんだけど、これはリップです。これは今つけてるリップ。
そうそう、コンシーラーはファンデーション代わりというかね、なんかもっとカバーしたいときはコンシーラーとかでこう隠した後にファンデーションを塗りたくるって感じなんだけど、私はその塗りたくるっていうか、そのコンシーラーでポイントでカバーした後にファンデーションは塗らずに今日は気になるところだけカバーしたってだけ。そうなんです。だからあれだね、意外とコンシーラーだけでもいけるっていうことに気づきました。ちょっと今度からそうしてみる。タカさん、タカさん、ハートありがとう。ヒゲメガネさん、アイスありがとう。坂道 FC さん、バラありがとう。クジマスさん、坂道 FC さん、ギフトありがとうございます。白袋さん、ありがとう。ガントチャットさん、ありがとう。昨夜オールでお昼寝を、寝落ちしてたら愛子寺中学校行けなくて落ち込んでました。ダサ。中学校に行けなかった、中学、何それ、なんかすごいダサい。何じゃそりゃ。おみかんさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。パンチュラモンスターさん、グッドグッドありがとう。ひげめがねさん、バラありがとう。こんばんは、こんばんは、ワークマン。レア白書が今山口で放送されて、おお、放送されてるの山口、すごい情報がいろいろと。さこちゃんの生誕祭めっちゃ最高。おお、ありがとう、また来てね。DVD 発売記念の鑑賞会はキャストで振り返り会はするの、何するんだろう、わかんない。私も初めて、なんかああいうなんか舞台挨拶的なのに行くから。でもみんなに、みんな、なんか久しぶりに会えるのは会えますよね、皆様に、皆さん、みんなっていうか皆さんに。ガントチャートさん、かわいい、ありがとうございます。真顔でちょっとしたボケ言うの好きです。ありがとうございます。でもさっきの私のボケ絶対面白くないでしょ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ワークマン。恥ずかしい。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ワークマン。ちょっとどこにも受けないな。イベントで夢入りに会えるの？え？夢入りの格好するのかな？わかんない。それはわかんないです。
明日からこんばんワークマン使いたいと思います。使わなくていいよもうそれはもう えってなった時も私のせいじゃん。ヤキーの時こんばんワークマン会社で使う、いいよ使わなくて愛こじに会えるしか、会えるなら行くしかねえ。やった来てね。会えるの楽しみに待ってるよ。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。はい、ちょっと情報がいろいろあるんですけど、今お台場で舞台挨拶をするそうです。内容が全然わかりません。私も多分、皆さんこんにちは夢ゆり役を務めさせていただきました小島愛子です。皆さんお久しぶりです。それでは皆さん、私のこの役のセリフといえば、せーの、うん、不正解みんな帰れっていう感じですかね。多分こんな感じだと思います。はい、舞台挨拶やだやだちょっとじゃあリハーサルするね。今から舞台挨拶やってみますね。こんばんワークマンこんばんワークマン、夢入り役を演じさせていただきました、リズムチームの夢入り役を演じさせていただきました。普段 STU48 で活動している小島愛子です。この度は私の主演の、映画、ごめんなさい間違えましたごめんなさい間違えました、私主演ではございません。主演のみちさんをのそばで支える役として、人生を全うしました小島夢由里愛子です。そうですね、まあ、この作品は、まあ、地球に宇宙人が攻め込んできて、で、まあ、その攻めてきた宇宙人と戦うっていう物語なんですけれども、まあ、その、まあ、私夢ゆりがですね、その宇宙人との戦いでたくさん活躍するっていうね、まあ、そんなかっこいい物語となっております。
なのでですね、皆さんぜひこの作品を通じて、大切な人を守ることの、その素敵なシーンをぜひスクリーンを通して感じていただければと思います。嘘ですよ、宇宙人なんか出てきません。大切な人を守るのは間違ってないけど、息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。大丈夫そうって言われた。あ、待って、ちょっとみんなちょっと聞いてください。ちょっと上見てて、上見ててください。でほら、賞状買ってきた、なくしたやつ、お礼を書きます。これはあのライブイベントのマジでごめん、ちょっと笑ってごまかすなって怒ってる人もいると思うので、私は本当に謝りたいと思います。ライブイベントの時はですね、お礼をまだ私は終えてないんですよ。本当に夏休みの宿題を冬休みになってもやってないような、あの問題児なんですけど、私はいこれを書きたいと思います。みんな忘れてないから大丈夫。ちゃんとねこの中にね入れてるから、この中に。今のところね、ちょっと待って、記憶が16位まで表彰してます。なんと16位までありがとうございます言ってます。ほら、でですね、そうだ、アイコの15からやってないんだ私。アイコ選抜入りからお礼してないんだよ。なのでじゃあ11位から15位と、11位から15位だね、次表彰するのは。うん、でこの賞状が何枚入ってる？5枚入りなので、
トップ5の方がこの賞状に、表彰状に書かせていただきたいと思います。はい、5枚選ばれし5人、トップ5ですね。こちらに書きたいと思います。すごい。症状、初めて買った症状。すごくない？よってその栄誉をたたえ、ここに表彰状を送ります。ね、これめっちゃ良くない？今度はなくさないよ、大丈夫。これ本物、いや本物ではないと思う、多分本物なんかな。というわけで、あ、見てください、私ユミリンさんが出ました。かわいい。あとマイキューさん出ました。トレードしますか、私と。いいですよ、トレードしてさせてあげましょう。いいですよ、戦闘力を舐めないでください。待って待って、本当に待って、これ何、どうなったるん、何これ、くしゃみが出そう。あ、くしゃみが出る、出なかった。あれ、入れたつもりなんだけど、なくなった。というわけで、次のこれは11位から15位の皆様となりますので、心の準備をお願いします。なので、何これ、どうなってる、あ、今何を探してるかっていうと、イヤホンを探してるんですよ。だけど、荷物カバンに、あ、あった。これです。じゃあこれを探してました。イベントのお礼は忘れてないよっていうことをお伝えしました。あと舞台挨拶がありますっていうのもお伝えしました。あと何があるかな、あとは、あ、
私のドラマが TVer で見れますよっていうのと、福岡恋愛白書、私が出演している福岡恋愛白書が TVer で見れますよっていうのと、あとなんか伝え忘れてることないかな。あ、そうだ、20日のスタジオ公演の応募もできますよっていうのと、あとミュージックビデオですね。今 QR コードを読み取ったらまた映像が変わっているので、シーズン3になっているので、昨日から、今日からなってるので、皆さんぜひ読み取ってくださいっていうのですね。全然肩の中に入らないんだけど、いい加減にしてくれる？なんでこんなに入らないの？スケッチブックが入んない。あとは、あ、月初なのでぜひメールを取ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。入った。はい、息ができる、止まる。メール見てます。こっそり、なんかたまにさ、こっそりって言われるんだけどさ、なんかやましいことでもあるんですか？こっそり、なんかやましいことがあるの？先月からしれっとメール取ってます。なんなのさ、みんなしれっとやらこっそりやら、なんなのさ。堂々と私のことを応援できないのか。なんなのさ、べらぼうめ。はい、ではイヤホンが、出てきたので、息をする心を歌いたいと思います。メール取るか悩んでる。頑張らないと、頑張らないとメール頑張らないと、取ってくれるなら。メール頑張らないと最近自分の中でこれが流行ってるんですよ。取ってくれるの丸、もうちょっと送ってみようかなって思っちゃうかも。はい、ではでは、こっちだね。今日は息をする心を歌いたいと思います。マイテスマイテス、マイテスマイテス、息が止まる、息ができる、止まる、息ができる、止まる、止まる、できる、息ができる。どうでしょうか皆さん。オッケーですか？
あ、うん、ファーストテイク、わかりました。じゃあ小島愛子の小島愛子のファーストテイク、チチ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 チマイクは友達、みんな準備 OK？ ボールは友達、マイクも友達、みんな準備 OK？ ではいきをする心、この曲は本当にたくさんの方に、これからも聴いていただきたい大切な曲です。と、普段生活している中で、なんかこう思い通りにいかないこととか、行き詰まった時とか、何か自分の中でこの曲を聴いて、その苦しい瞬間を乗り越えてくだされば、私たちがこの息をする心を歌えてよかったなと思いますし、これを聞いてどこかで悩んでるあなたを救えるきっかけになればいいかなと思います。あ、それでは聞いてください。息をする心真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうにしなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ声に出してみる、君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う、目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと僕はもう
さ変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のまま変わらなくていいんだ。好きだ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 。声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。おお、ふふ、ひゃっはー。なんかマリオみたい。私何歌おっかな。次もう歌えるね。大丈夫だね。ちょっとあれ歌ってみたい。気にならない孤独。あーでもなすかさ、気にならない孤独歌ったらさ、池田ちゃんファンの方からさ、あそこ違うここ違うってなんか言われないか心配。ちょっとアイコジーバージョンで歌っていいなら気にならない孤独歌ってもいいですか。いやでもあの池田ちゃんリスペクトはしてるんです本当に。でもなんか間違えたらなんか怖いなっていう。じゃあちょっと気にならない孤独、なんかもし途中で間違ったらすいません。完璧ではないです多分。気にならない。タイトルのまんまじゃん。じゃあ歌ってみたいと思います。
書館の窓辺、レース揺れる日差し、ここで本を開いていれば気にならない孤独、誰とも話したくなかった、だって僕はつまらない人間、退屈だって言われるよりも友達はいらないって思ってた、そんな僕のことをなぜだろう、君は避けようとしないで、いつしか隣の席に座ってる、ここにいちゃ迷惑で行くから、僕は困ってついてつぶやいた、君って変わってるよね、むずいなこの曲こんな沈黙の世界、僕の理想だった、嫌な言葉は聞こえないし、誰もが穏やかで、あんなに他人が面倒で、あ、ミラーボール、ありがとうございます。あ、ここから好きなんですよ、私。一人きりだって思い込んでたけど、周りなどっちばかり、君から教えられたこと、君が急に私出るタイプだから、はい、皆さんの歌唱です。アリーナそんな僕のことをなぜだろう、君は避けようとしないで、寿司か隣の席に座ってる、ここにいちゃ迷惑だから、僕は何もよく歌詞ができるのに追いつかない、今まで気づかなかった、すいません、池田ちゃんのファンの方、そしてご本人、ちゃんと聞いてからまた出直します。あ、よし、じゃあ次が最後ですね。ちゅ、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、タッタッタタララッタッタッタタッタッタタララッタッタッタ
じゃあ次はですね、そうですね、ちょっとこの曲歌おう、間に合うかな。ランキング読みます、やっぱり。
時間が。お、歌い切れました。あ、バイバーイ、おやすみなさーい。ありがとうございました。またね。